こんにちは。自営業専門税理士川南です。本日の動画は、確定申告シーズンがいよいよ近づいてきたということで、皆さん確定申告ってあれどうやってやるんだったっけ、何をやるんだったっけ、記憶が薄れている方非常に多いんではないでしょうか。本日の動画では一緒に確定申告の流れについて、また何を準備しておけばスムーズな確定申告になるのか、動画で一緒に振り返りながら流れを思い出してみましょう。私はオンラインサロンの運営とその他各 SNS をいろいろとやっております。またビジネス書を2冊出版しております。どれも概要欄から飛べるようになっておりますので、一度覗いてみてください。それでは本日の動画、早速一緒に勉強をしていきましょう。はい、それでは確定申告の準備、何をするべきなのか、本日の内容です。スムーズな確定申告になるように本日の動画でお手伝いをします。皆さんと一緒に記憶を掘り起こしていきましょう。まず確定申告の全体の流れを、全体像をつかめるようなフローチャートを紹介します。2つ目、必要書類を集めるということで、どういった書類が必要になるのか、細かいものまでしっかりとレクチャーしますので、ぜひご覧ください。そして3つ目、決算仕分けについて解説をします。そして最後、注意点、本日動画の流れこのようにいきますので、動画最後の方までご覧になってください。では早速確定申告の全体像をつかみましょう。はい、こちらが確定申告のロードマップとなります。スムーズな確定申告をするために準備内容と、どういった流れ手順でいけば確定申告が完了するのか、簡単にまとめた表となっております。まず1つ目、レシートや領収書をとにかく一箇所に集める、これが一番最初に手をつけることになります。次のスライドでどんな書類を全て明細書を入手しなければいけないのか、順番に見ていきますので、次のスライドで一緒に確認をしましょう。さて、その次は経理の入力になります。1月から12月末までですね、経理の入力を終わらすというのが確定申告の次のステップとなります。その次、決算に必要な処理、決算仕分けというものをします。こちらもスライドで紹介しますので、そちらの方で詳しく確認ください。決算に必要な処理が終わりましたら、電子申告の事前準備となります。電子申告で確定申告を提出すると、アユロ申告特別控除65万円マックスを狙うことができますので、できたら皆さん電子申告で送信するということをお勧めしています。その事前準備もいろいろありますので、動画の注意点のところで少しだけ触れます。そして確定申告は作成して終わりではありません。最後に提出日までに確定申告を必ず送信、または郵送窓口に直接持っていくなどして、そしてここ重要ポイントなんですけど、提出したから終わりではありません。税金の納付手続きまで完了して確定申告は終了となりますので、きっちり皆さん最後まで、納付のことだけ頭にね抜ける方たまにいらっしゃいますので、納付まで終わらして確定申告終了となります。以上が確定申告の全体像、ロードマップを紹介しました。では次に、書類を集めるって一体どんな書類を集めればいいんだったっけ、去年の確定申告の記憶と一緒に流れを見ていきましょう。はい、必要書類集め、これが重要なポイントとなっています。コツはとにかく関係書類を一箇所に全て一度に集めるというのが最大のコツです。まず最初のね、初期段階のものから、これは皆さんもご存知だと思います。自分が事業で使ったレシートや領収書、また銀行金融機関の取引データですね、こちらは自分が事業で使っている銀行などの取引のデータ、最近ネットバンキング使っている方が非常に多いので、ネット上にね、残高や1年分のデータがあるって方ほとんどだと思いますので、そういったネットバンキング使ってる方はしっかりとそちらデータ上のものを印刷するなり PDF で持っておくなりしてですね、きちんとすぐ見れる状態にしておきましょう。またネットバンキング使用してない方もですね、こまめにこの時期は記帳に行ってですね、記帳漏れのないようにしてください。そしてこちら銀行はですね、12月31日の残高を知るということが非常に決算には重要な項目となってきますので、きちんとこの12月31日段階の残高がいくらなのか確認をしましょう。そして次に、仕事で使っているクレジットカードの明細書、こちらもですね、1年分明細書を取り寄せる必要があります。今紙でね、この明細書届かなくなってきますので、皆さんがお使いのクレジットカード会社のホームページの方行っていただいて、ログインしていただいて引っ張ってくる必要があるかと思います。そしてこちらの明細書、1月から12月分だけではなくてですね、1月の引き落とし、2月の引き落としの中にもクレジットカードは12月分の引き落としが入り込んでる場合が多いです。ですのでクレジットカードの明細書、しっかり該当部分まで明細書データを引っ張ってくるようにしましょう。
続きまして、携帯代の明細書、またネット代、Wi-Fi や毎月のネット料を支払っている方非常に多いと思います。これらのものもですね、1年分の明細書が必要となってきますので、こちらのデータもしっかりと集めるようにしてください。次に水道光熱費です。こちらも該当する方多いんじゃないでしょうか。ガス代、水道代、電気代を経費に計上されている方は、検針票とともにですね、こういった明細書を集めておくっていう作業が必要となってきます。ここまで聞いただけでもですね、まだ冗談3つしか紹介してないんですけど、まだまだあります。ここだけ揃えるだけでも結構時間がかかるっていうふうに思っておいてください。追記ですけど、この水道光熱費、プライベートの通帳から引き落としされているっていうフリーランス、個人事業主の方意外と多いと思います。そういった経費もですね、漏れのないようにしっかりとチェックしてください。次は電子マネーや交通系 IC カードです。電子マネー、特にペイペイなど仕事の経費を切ってる方はですね、それらの明細書をすべてダウンロードする必要があります。また交通系 IC カードもですね、スイカやパスモ、イコカとかなどなどたくさん種類ありますが、こういったものも経費で計上しているものがあれば必要となってきますので、電子マネー、交通系 IC カードの明細書もデータをゲットするというふうに覚えておきましょう。はい、まだまだいきます。次は Amazon、買い物系ですね。 Amazon で経費になるものを購入した、またヤフーショッピングや楽天ショッピングなどなど、こういったものもですね、その買った詳しい明細書や領収書はですね、紙で来ませんので、こういったデータも自分で引っ張ってくる必要がありますので、こういったものを使用している方、必ずデータ、関係書類ということで必要書類として集めるようにしましょう。はい、次がエアレジを使っている方です。こちら売上を把握するために必要となってきますので、こういったエアレジ系のデータも必要になってきます。そして決済にペイパルやストライプなどなど使っている方、こういった方もですね、手数料を経費に上げたいなどなどデータ必要になってきますので、こちらのものもしっかりとデータとして書類を集めておきましょう。そしてその他ベースなどなど、こういうネットショップで商品を販売している方もいるかと思います。メルカリも該当します。こういった方もですね、自分のやり取りのデータ、明細書必要となってきますので、こういったものもデータとして集めておきましょう。はい、ここだけでもですね、なかなかの負担量となりますので、皆さん今すぐに取り掛かるようにしてください。ではさらにあと2つ必要書類を紹介します。1つ目が控除証明書関連です。控除証明書関連がいろいろとね、もう皆さんの手元に届いてきてると思います。これ必ずバラバラにせずに1箇所に集めておきましょう。必要書類集めのコツは、とにかく必要なすべての明細書データを1箇所に出しておく、すぐ確認できるようにしておくというふうにすることが、スムーズな確定申告のキーポイントとなります。次のスライドで控除証明書にどういったものがあるのか見ていきたいと思います。最後にもう一個だけ必要な書類紹介したいと思います。源泉徴収票関連になります。こちら外部でお仕事をした、また企業さんとの取引でお仕事をした場合に、源泉徴収を差し引かれて報酬が振り込まれるってことがあると思います。また令和5年中に前の会社を退職した、また仕事を変わったっていう方もですね、前の会社で働いた源泉徴収票も必要となってきます。こういった源泉徴収票関連、必ず必要になる書類ですので、しっかりと集めるようにしましょう。ではこのチェックポイントがついている2つの具体的な書類、ちょっとね紹介したいと思いますので、次のスライドで紹介をします。はい、こちら確定申告に必要な控除証明書の書類になります。まず1つ目が先ほど紹介した源泉徴収票が計上されています。こちら源泉徴収票、源泉されているものになりますので、集めておかないとですね、自分が損してしまいますので、これ全部しっかりと集めるようにしましょう。仕事柄この源泉徴収票が多い方、枚数が多い方がいらっしゃいます。その方はですね、漏れのないようにしっかりと集めるようにしてください。では順番にどういった控除証明書があるのか紹介したいと思います。まず1つ目、社会保険料控除証明書。これは国民健康保険や年金を支払っている証明書になります。そして医療費控除、医療費控除がある方はですね、医療費にかかったレシート、明細書すべて1年分必要となってきます。また家族の分も合算できますので、医療費控除ある方はこれらの書類を1箇所にすべて集める必要があります。そしてふるさと納税している方、最近非常に多いと思います。この寄付金控除の証明書、各自治体から寄付金控除の証明書届いていると思いますので、それもまとめて1箇所にまとめておくようにしましょう。そして生命保険料控除というものもあります。こちらは皆さんが加入している保険会社から、また自身保険も該当しますので、この控除証明書もしっかりと保管しておきましょう。次に小規模企業共済と課課金の控除証明書。これ小規模企業共済に加入している方、またイデコに加入している自営業フリーランスの方は控除証明書必要となりますので、こちらの証明書もしっかりなくさないように1箇所に集めておきましょう。そして住宅ローン控除がある方も、もちろん住宅ローン控除の書類
類、手元にもねある方が多いと思いますが、この書類も一箇所にまとめておきましょう。このようにいろいろな控除証明書というのが必要になってきます。この書類をすべて一箇所にすでに集めておくということがスムーズな確定申告の重要なポイントです。今紹介した控除証明書、郵送や窓口で提出する場合にはですね、添付して提出する必要がありますので、しっかりと集めておいてください。 e-tax で電子申告で提出する方は省略が可能な書類がほとんどです。では次に決算仕分けというのがどういったものなのか、次のスライドから見ていきましょう。はい、決算仕分けについてです。まず一つ目のポイント、棚卸しになります。これ仕入れがある業種の方はですね、12月31日現在で今まで過去に仕入れたもの、購入したものがどれくらい在庫としてストックとして残っているのかをカウントするという作業があります。仕入れがない方はしなくても大丈夫なんですけど、仕入れがある仕事をしている業種の方は棚卸し必要となってきますのでご注意ください。そしてこちらも重要なポイントとなってきています。年をまたぐ処理の確認を必ずするようにしてください。この年をまたぐ処理というのがどういったものなのか例を出します。まず1つ目、これが一番メインになるかと思います。売掛金と呼ばれるものです。これどういったものかと言いますと、年内に請求書を切ったんだけど年明けに入金が来ると、こういったケースあるかと思います。このケースはですね、令和5年の売上になりますので、皆さん漏れのないようにしっかりと確認の方をするようにしてください。また逆に未払い金のようにですね、12月分の経費だったんだけど1月年明けに支払いされている、また銀行から通帳から引き落とされているって場合もあると思います。こちらもですね、令和5年分の経費として計上することができます。こういった年をまたぐ処理の確認というのを決算仕分けでしなければいけませんので、皆さんしっかりと押さえておきましょう。そして次3つ目、紹介するものが減価償却費の処理になります。こちらも決算仕分けになります。基本的にどういったものが該当するかと言いますと、10万円以上の資産を購入した場合には減価償却をしなければいけないというルールになっております。この減価償却費の処理をする必要があるため、10万円以上の資産を購入した明細、レシートや領収書等が必要となってきますので、これらの書類をすぐに確認できるようにしておきましょう。そしてこの減価償却費についてはですね、今回この動画ではねさらっと紹介してますが、もう少し詳しく知りたい方は減価償却完全マスターという動画を私過去に出してますので、そちらの方で復習をしておいてください。では次に必要な決算仕分け、借入金がある金融機関から借入を借りている方いらっしゃると思います。この借入金の残高確認をするという作業になります。要は最初に借りたお金を毎月毎月返済していって、借入金の残高がいくらですよというのが12月末の段階で数字が出るはずです。その数字が合っているかの残高確認をしましょう。そしてこちらの利息については経費に計上することができます。事業のために借りた借入金の利息は経費として計上できますので、皆さんそこしっかりと見落としのないようにしておいてください。そして最後、現金や預金などの残高を確認しましょう。現金の残高、レジの中身の現金の残高が入力している経理や帳簿と合っているかどうか、そして銀行残高ですね、入力している経理や会計ソフト、帳簿と合ってるかどうかということをしっかり必ず確認するようにしてください。会計ソフトに入力している銀行の残高と実際の通帳の残高がずれているということはですね、絶対に何かしら入力漏れや二重計上しているなどミスが必ずあるはずです。こういったところでミスをチェックする、間違った確定申告を出さないという未然に防ぐことができますので、こういった残高確認もしっかりとしておきましょう。では最後、重要な注意点をまとめます。はい、注意点になります。電子申告で最大65万円控除もらいたい方、目指している方はですね、電子申告に向けての事前準備というものが必要になってきます。マイナンバーカードがまだないとかですね、そういった方はですね、しっかりと事前にカードの入手申請をしておくようにしてください。またパソコンで電子申告をする方はですね、いろいろと事前にダウンロードするべきものがありますので、そちらの方をしておいてください。また今年はアプリを使って確定申告しようという方はですね、アプリの方をダウンロードしておく必要があります。はい、そして今年はなんといってもですね、インボイス制度がスタートして初の確定申告となっております。初めて消費税の確定申告をするという方も多いと思いますので、いつもよりスケジュールに余裕を持って動くようにしましょう。そして今回ね、書類集めのコツ、事前準備が大事ですよっていうふうな話をしたと思うんですけど、いざね確定申告しようと思ってパソコンを開けたところ、その都度この書類どこだっけっていうふうに探して、一旦中断して書類を探す、そしてまた戻ってきて、また進んで、あれ
この書類どこだっけっていう、その都度その都度確認していると非常に非効率です。皆さんね、こういった事前準備ができていないがゆえに、その都度確認するから嫌になっちゃって、また今度にしようと言ってパソコンを閉じてっていうようなことを繰り返して、ギリギリに確定申告になってしまうという方が非常に多いので、その都度確認するのではなく、本日の動画で紹介しているように、必要な書類はとにかく全部全てデータ、もしくはプリントアウトした方が見やすい方はプリントアウトすることをお勧めします。そして今年はですね、特に税務署の混雑が予想されます。これどうしてかというと、インボイス制度初の確定申告となるため、皆さん聞きたいことがある、相談したい、質問したいという方が通常よりも増加するんじゃないかなというふうに私は予想しております。ですので、こういったことに早めに手をつけて、混雑ピーク前に相談や質問することをお勧めします。実際にですね、今インボイス制度がスタートして、なかなか電話がつながりにくいという状況になっておりますので、確定申告シーズン、やはり需要が集中しますので、相談の予約が取れない、また電話をかけてもかけてもつながらないというようなことが予想されますので、皆さん余裕を持ったスケジュールで動くようにすることを今年は特にお勧めいたします。私は税理士川南のオンラインサロンということで、オンラインサロンを運営しています。オンライン上で税理士を味方につける Facebook の非公開グループで運営をしています。メリットが4つあります。まず1つ目、質問と相談が税理士専門家に24時間いつでもすることができるということです。これ文章で質問して、私が文章で答えますので、チャットをするようなイメージを持っていただけるとイメージしやすいと思います。2つ目、メンバー全員起業家、またこれから起業する方ばかりです。そのため情報共有ができる、情報交換ができるということで非常に好評です。3つ目、最新記事のインプット、平日私が毎日ビジネスに役立つ投稿や SNS 運営の裏側を投稿しています。こちらの記事の購読権利がオンラインサロンにはついてきます。そして4つ目、定期的に Zoom サロンを開催しております。こちら Zoom 会議に参加する権利はオンラインサロンのみだけの特権となっております。こちらもですね、起業家と情報交換が Zoom 上でできるということで非常に好評です。ぜひオンラインサロンの入会お待ちしております。詳しい詳細は概要欄から飛べるようにしてありますので、ぜひ一度覗いてみてください。はい、というわけで YouTube のチャンネル登録と、また高評価ボタン、感想をいただけると非常に励みになりますので、よろしくお願いします。またその他 SNS いろいろやっておりますので、フォローしていただけると嬉しいです。ビジネス書を2冊出版してます。どちらの本も個人事業主フリーランス向けに必要なビジネス本となっております。 Amazon Kindle 版どちらもありますので、ぜひご検討ください。というわけで本日の動画も最後まで見ていただいてありがとうございました。確定申告シーズンとはいえですね、1年前の記憶を掘り起こす、また1年前が自分何してたんだっけって忘れている方非常に多いと思います。今日の動画でですね、一緒になんとなく全体像の流れが分かり、また昨年の自分が何の作業をしてたのか思い出す、記憶の糸口になったら幸いです。これからも自営業フリーランスに役立つ動画どんどん出していきますので、チャンネル登録してお待ちください。はい、それでは今年の確定申告も皆さんの申告がスムーズにいきますようにお手伝いしていきますので、今後の YouTube もぜひよろしくお願いします。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。